そう、音楽が止まりました。また音楽鳴ったら音消すね。あ、そう、この配信1時13時45分までなので、13時42分になったらランキング読むので教えてください。ちょっとね、音が最近なんかイベントが本当に多いので、音が入るとちょっとセットリストとかバレちゃったら嫌だなと思って音消していた、消させていただきました。おいしい。ヤミー。東京駅の奥芝ですか？めっちゃ行きたいんですよね、私それ。奥芝商店っていうね、カレー屋さん、スープカレーのお店なんですけど、すごい美味しいの。どうしよう、音ちっちゃいけど、まあ大丈夫か。あ、音消します。
分かった今振り何踊ってたか。まあ分かった方は分かった感じで、答え合わせはしないでおきます。うん、食べました。これ食べて次はですね、今何分？30分ぐらいになった。まだかな。あ、20分、25分ぐらい。こんなミニで足りるわけがないじゃないですか、私が。小食とかってね、なるかと思いきや。でもこれの前に普通にチキン食べてます。ヨーグルト食べます。これ大好き、このザク盛りヨーグルト。これもね、セブンイレブンにあるんですけど、いっぱい入ってる。10種類のフルーツが入ってるんです。リンゴ、白桃、みかん、パインアップル、マンゴー、アンズ、ブドウ、キウイ、チェリー、バナナ、うんです。なんか音楽入るタイミングが分かんないからね、消したりつけたりしてな。この音楽の大きさだとあんま分かんない、多分曲。なんとなくなんか音楽聞こえるぐらい。あ、まあ分かるか。あ、がっつり分かりました。ゆいゆいはそのままやってるの？ちょっと多分ね、ここの部屋ね、音楽聞こえやすい部屋なんですよね、多分。そう、こう給湯室なんだけど、給湯室でご飯食べてるの。そう、結構ね、みんなやっぱり配信の場所を確保しなきゃいけないから、本当に予約しなきゃいけないんだけど、そう、やっぱみんなね、予約をいっぱい取ってるから、私は給湯室で食べます。でも給湯室めちゃくちゃいいよ、手洗えるし。手洗えるぐらい。いただきます。イエーイ。確かにめちゃくちゃでかく見える、大きく見えます。でもね、ザク盛りってね、まあ私の顔の3分の1ぐらい、あ、3分の2ぐらい、3分の1は嘘、3分の2ですね。いただきます。うん、本当に美味しい。みんなこれ買って、美味しいから。99キロカロリー、意外とカロリー低いんですよ。そう、うん、なんか確か砂糖が入ってなくて、そのフルーツの甘さで甘さをつけてるって感じ。でもね、すごくね、甘いし美味しい。
ルーティーな味がします。ナタデココも入ってる。ナタデココね、すごい私好き。うん。朝配信より目が覚めましたね。でもそれを踊ったら目が覚めますね。乳製品食べれない、お腹が痛くなる。え、そんなことあるの？消化が良くなりすぎて。うーん。ん？チーズもってこと？そっか。うん。お腹痛くなるのは嫌だね。でもまあお腹痛くなるけど、本当に好きだったらまあ食べるけどね。この前牧場に行って、牧草納品に行って、牛乳もらって飲んだら帰りの高速でお腹痛くてやばかったえ、それやばい、危ないね。ちゃんと加熱殺菌というかね、殺菌ができてなかったのかな。え、高速で自分がもし運転しててお腹痛いってなったら結構危険だよね。無事で良かったですよ、本当。お腹痛くなったら本当にピンって立てない、ずっと猫背になっちゃう。私も消化良くなるかな、ヨーグルト食べてるから。
で終わりました。うん、だってね、コンビニ行ったらヤクルト1000が売ってたから、なんか買っちゃった。で、初めて見た。これはもう本当に寝れないって時に飲もうと思います。はい、でもね、まあ飲みすぎは良くないと思うから、なぎはちょっとそう、お試しで飲んでみる今度。でもこれ1個しかなかった。そう、うん、ラスイチ私が買ってしまいました。え、賞味期限はね、8の日まで、8月8日8の日までに飲まなきゃ。でもね、眠れないみたいな日なさそうだけどね、それまでちょっと、うん、大きい？え？これがさ、本当の大きさじゃないんですか？なんかわかんない。そのどんぐらいの大きさなのか。まあ、でかいっちゃでかいね。わかる？見つけたらそんなに欲しくなくても買いたくなる。え、わかる。しかもラスイチって聞いたらさ、え、見ちゃったらなんか、え、ちょっと私も試してみようかなみたいになっちゃうよね。でもちょっとお会計するときに、あ、この子ヤクルト1000買ってるみたいに思われてないかなって思いながらお会計してた。そう、なんか流行りに乗ってるなみたいな。ミーハーはミーハーなんですけど、私そう、なんか一時期そのじゃがりことさ、あの裂けるチーズで、なんていうの、ああいうのなんて言うんだっけ、 TikTok で流行ってたやつ、伸びる、なんかなん、おい、あ、ジャガーリゴ、そう、ジャガーリゴめっちゃ流行った時に、そのじゃがりこと裂けるチーズ2つ買ったら、なんか、あ、この人ジャガーリゴ作るんだとかって思われないかなみたいな。そういう感じ。うん、そう。え、そんなのあったんだ。え、知らないですか？でもね、すごい美味しいんですよ。私も一回やったことあるんだけど。そう。気にしすぎです。あ、そうですね。今30分ぐらいですかね。34分、お、42分になったら教えてください。この後は納涼祭だ。浴衣はね、まだ見てないの。何を着るか、多分劇場に行くまで お楽しみってこと。わかんない。そう、何色だろうね、私。
昼ご飯食べに行ってくるんですか。いってらっしゃい。今年スイカ安いのは暑さで出来がいいのかな。安いの？確かに。でもね、八百屋さん行ったらなんかスイカが大量に売ってて、しかもすごい大きいやつ。そう、買ってみようかな。一玉自分で一個買ってみようかな。2日ぐらいで食べれるな、半分半分で。まあでもお腹下しそう、食べ過ぎたら。いや2日は無理だな。3日ぐらいかな。5000円。5000円か。私のとこ3000円だった。でもスイカももともとのその値段が分かんないから、安いとかってね、分かんないな。まあでもそもそも買っても冷蔵庫入らない説あるけど。ね、そう、買うことないから相場がわからないですね。なんかご飯食べて眠くなりそうです。スイカは山口の、いや山形の友達からもらう。いいな。農家さんとかなんですかそれ。でもさ、親戚とか友達が農家だとさ、そういうことあるよね。いいな。実家でスイカを作ってる。え、じゃあ実家帰ったらスイカ食べ放題じゃん、夏。やっぱりさ、農家さんでもさ、売りに出すスイカと割れたりとかして売れないスイカとかって多分あるじゃんね。でも売れないスイカでも十分美味しいから羨ましい。いいな。まあ、作るのは大変だけどね。食べれるのいいな。なんかさ、四角いスイカとかあるよね。40分。なんかあの四角いスイカってさ、なんかそういう品種じゃなくて、そういうなんか四角い入れ物にちっちゃいスイカのうちから入れておいて、そのまま大きくさせるっていう作り方なんでしょう？ね、でも最初さ、それを知らなくてさ、どうやって、てか、品種改良すごすぎない？って思ったんだけどさ。ね、そういうことだったんだね。そう。そんな簡単に変形してくれるのがすごいけど、よく割れないでね。確かに自然に四角かったらすごすぎるっていうか怖いよね。そこまででも遺伝子操作できるっていうのが怖い。四角いメロンは見たことないかも。
でもあるんだ。すごっ。まあね、育成制限されてるから、まあかわいそうな気はするよね。だからむしろ箱に入れない方が大きく育つから得だよね。食べる部分が多くなるから。うん、大きくても味お、おーだ、お味トウモロコシ食べたく、あ、42分だ、ありがとう、教えてくれて。時間にイベント期間は厳しい私です。では13位は永井さん、ありがとうございます。12位はホークさん、ありがとうございます。11位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。10位はひろゆきアットマークハイさん、ありがとうございます。9位はケルビンさん、ありがとうございます。8位はカントリーアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。うん、お、7位はキンプさん、ありがとうございます。6位はハンアミさん、ありがとうございます。5位はトカチンさん、ありがとうございます。4位は国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。3位はお坊さんアットマークひいなぎおしさん、ありがとうございます。2位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。1位はメロメロンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。お昼の配信を見てくださり、うん、ちょっと音をね消して配信する時間がちょっと長めだったんだけど、本当にありがとうございます。午後からは配信ないので買い物行ってこようと、行ってきてください。次の配信はね21時10分からなので、まあ、それまでに間に合うように、はい、ぜひ、まあ寝るなりお買い物行くなりいろいろ用事を済ませておいてくれたら嬉しいですね。順位もね上げようね、頑張ります。ヨーグルト買ってみる？あ、ザクモリ？ザクモリフルーツ、セブンイレブンですよね、買ってみて、美味しいから。うん、もうそろそろ終わりかな。なお44分、あと1分、45分にアラーム鳴るようにしてるんでわかるかな。もうちょっとで終わりますね。ありがとうございました。納涼祭頑張ります。バイバーイ。